はい、こちら外来種樹木南京ハゼ、ニセアカシアですね。はい、そしてこちらシュロ。はい、それからこちら南天、こちらも勝手に生えてきます。といたら勝手に生えますよ。はい、それからこちらが猛毒の強竹と花が咲いてます。はい、それからイチョウ、こちらは銀杏が取れるので許してね。こちら銀杏です。こちら玉椿も許してね。はい、やってまいりました。こちら安納芋の収穫が終わったところですね。続けてマロンゴールド、ちょっと草に覆われちゃってますけど、この辺りですね、この辺りの収穫をやっていきたいと思います。はい、ようやく顔を出しました、マロンゴールド。こんな感じで色がね、なんていうかジャガイモというか、なんかそんな色に近いですね。あんまりこれね、作るの難しいんですよね。必要なのは気配なんですけども、安納芋と一緒に混ぜ植えすると安納芋に負けちゃうんですね。非常に弱い品種ですよね。美味しいんですけど。はい、とりあえず取ってきますね。はい、結局こんな感じですね。あんまりパッとしないですね。ちょっとこれでは食べるにもあれなので、保存して来年のまた苗を作成するのにかけたいと思います。まあ残念ですけどしょうがないですね。これなんか芋っていうよりまだ根っこですもん。まあ比較的大きいって言ってもまだこんなもんですしね。まあこっから芽を出させて来年のリベンジにかけて。何しろね、安納芋に比べて全然弱いんですよ。まあしょうがないんですけどね。同じ気配グループで育てるものなので、また外来種の灰を、外来種の樹木ですね、南京ハゼとかたっぷりあげて来年こそ頑張りたいと思います。ということで、よろしければチャンネル登録と高評価ボタン、それからコメント等ございましたらどしどしお寄せください。それでは失礼いたします。